た。あ、こっちの通路。嘆きの間でなんだ。あとははてなってなんだ。はてなってなんだ。あー、マジか。ここで好感度イベント欲しかった。好感度4があったら、どこで間違えたんだ、俺。あれか。あれか、ちょっと。ルナの前でやめろって言うたんが悪かったんが、見たかった。こちらです。この障子を開けてみてください。オープン。真っ赤。何ここ、何これ、これは人魚しずえが着ていた着物だった。着物認識できんかったんやけど、服なんこれ。人魚しずえ、そうです。あ、これ着物なん。なんか障子と一体化したような、障子のちょっと色が変わった部分みたいな感じに見えたんやけど。しずえとはあなたが探している人魚7号です。え、人魚の名前ってしずえだった。美しき人魚しずえは故郷の海からこの水草へ連れ去られてきました。この写真の女性が人魚しずえ、めっちゃ美人。あ、でも面影あるな。過去の人魚事件編に出てくる人魚とも面影があるな。なんかちょっとあの人魚と、あのこのゲームのオープニングで、あのスタート画面で出てきた人魚と髪型とかバッチリ似とるし、顔の輪郭とか。そうかそうか、あの動画の顔と全然違うね。あれ誰だ誰だそして当時の水見草の主、水見正宗に監禁され、水見草への襲撃のために自然に歌を歌わせたのです。そんな顔があったんだ。人魚の歌には異性を魅了する力があると言います。故郷の海を離れ山奥に連れ去られた静江は嘆きの歌を歌いました。ですが水見草への襲撃は伸びなかったと言います。え、どうしてですか。若い人魚である静江には歌に魔力がなかったと言います。政宗は怒り、静江を地下深くに閉じ込めたのです。なんかひどいね。自分勝手や、自分勝手なことしやがるこの政宗ってやつ。夢見様、次の場所へ参りましょう。行こう、お兄ちゃん。ちょっと待って、ルナ、どうした。あ、撮るのか。ああ、自然の写真撮るのか。カメラ以外タッチしたらどうにかなるとか、そういうわけでもないよ。そういう隠し要素とかないよね。あ、え、なに、なになに、キャッ。ああ、なんか適当にやったら出てきた。適当にやったら君出てきた。見たことあるぞ、君の顔は。僕は見つかっちゃった。誰ですか。お願い、ティラノさんには黙ってて。え、お願いね。行っちゃった。誰なんだ。え、こんな要素あったん。え、さっきの写真撮る要素でもこれこういうやつあったんかな、もしかして。ちょっと戻ってやりたい気分になってきたんやけど。なんか、俺、なんか本当におったわ、なんか。別のところタッチしたら何か起こるんじゃないかっていう攻撃心でやったのに本当にあったんやけど。あと今の女の人を皆さん知ってますか。俺はこれは何かっては言わんぞ。知りたい人は過去の人魚事件編を見てね。俺実況したことがあるから。もう過去の作品の方を見てね。出てきてるよ。あえてここでは紹介しない。よし。気を取り直して、タッチ。写真、美人よな、この人。これでよしっと。テラテラノさんを追いかけよう。うん。ほうほうほう。
どこへ行くんだ。はてな来た、とうとう。わあ、なにこれ。なんか扉が一室。こちらです。ここは？わ、なんかちょっと、あ、地下牢か。なんか固く閉ざされそうな感じの通り部屋だなと思ったら、地下牢か、やっぱ。え？この先をどうしてもお見せしておきたいのです。ご安心ください。今は何もありませんので。お、お兄ちゃん、ちょっと怖いね。あ、ていうか、テラテラノさん、やめてくださいよ。中には入った瞬間、ガチャッドキリって閉じ込めるんじゃないですかね。そういうのダメですよ。あなたが先に入ってください。あなたが先に入ってください。ルナ。あ。これはちゃんと好感度上げたいわ。これちゃんと好感度上げたいわ、俺。ちょっとさっき好感度足らんでさ、イベントメーカーだけんな、ここは視聴者さんにこう答えして、好感度上げる方向でいきたい、俺。いや。交換とかいうシステムなかった俺はさ、テラノさんがいるよとかさ、いるか何なんだよみたいな感じのところ見たいんやけどな俺がついてるっていうのがやっぱ多分これが一番の好感度アップだろう。よし、大丈夫、ルがついてるよ。行こう、ルナ。うん、よっしゃ、やっぱそうだろう。女の子っていうのはね、好きな人に守ってもらいたいもんなんだよ。俺にはわかるぞ、女の子の気持ちが。でも実際にはな、ピンチになったらルナちゃんを置いて先に逃げるぞ。お、この場所は、あれ、なんかちょっと見たことあるような気がする。いや、ちょっと違うか。なんかここになんか湖ができとって、そっから覗きを絵をちょっと思い浮かべたとちょっと違うかな。さすがに20年前、人魚静江はここに閉じ込められていました。ああ、あれ、これあれか、スタート画面にもあったような水から人魚出てきとるあの場所か。静江はここで歌を歌い、歌を聞いた誰かが助けに来てくれるのを待っていたのです。あ、助けを呼んびょったんじゃな、あれ。ずっとずっと命、その命が尽きるまで。命が尽きるって、つまり人魚静江は殺されたのか、水見政宗に。かわいそうだね。ユミ様、あだには聞こえませんか。静江の助けを求める悲しき歌声が。え、私には聞こえております。やめろ、目をつむるな、お前。耳を澄ませるな、お前。目をつむるとより強く聞こえてくるのです。20年前の歌声が今も聞こえてくるのです。それちょっとあれじゃない、精神的な病的なやつじゃない。聞こえませんか、ユミ様。そんなガチな目で言われても、そんなガチな目で言われても困りますね、うん、お兄ちゃん。聞こえません、聞こえません、聞こえないものは聞こえません。え、俺には聞こえません。なら、ユミ様はなぜこの村に来たのです。え、この村には静江の歌を聞いた男性がやってきます。静江の悲しい歌声は常に耳の中で聞こえているのです。そしてその歌を聞いたが最後、助けを求める静江を探さずにはいられなくなるのです。寺野さん、もしかしてアダも。そうです、ユミミ様、私も静江の歌を聞いたのです。助けを求める静江を探し、もう十何年になりましょうか。ですが誰にも静江を助けることができなかった。ただ一人ここに手続いた男性も静江を助けることはできなかったと言います。だから、スコアヌ・シズエの魂はいつまでも歌い続けるのです。レクイエムじゃ。要はレクイエムじゃ。ユミ様、もし歌が聞こえないのでしたら、あなたは帰った方がいい。え？なぜなら、
あなたにはルナさんという大切な人がいる方です。え？今日はこの宿でゆっくり過ごして、明日にはお帰りになってください。はい。おう、人魚、静江。静江は死亡し、夢の中で今も歌い続けている。だが、おかしいことがある。夢とは死亡した静江が作り出した世界のこと。夢の世界にいるのなら、静江の魂はあの地下牢から解放されたはずだ。もうお助けを求めて歌う必要はないはずなんだ。なのに、静江の霊は人魚の歌をネットに紛れ込ませた。男性をこの村に集めるために。何を企んでいるんだ？男性を集めて何をしようとしているんだ？歌気がしてんじゃないの？なんか、すごいとこだったね。なんか語彙力ないような言い方やけど、確かにすごいところだったな。お兄ちゃん、どうするの？テラノさんは忍者に心を奪われてた。この村に来た人たちは自分の意思で忍者を探してるんだよ。助けるなんてできないんじゃ。いや、ルナ。今もネット上では忍者の歌が歌われ続けているんだ。流れ続けているんだ。やっぱり呪いの根源を断たないと犠牲者を増え続けることになる。俺たちでどうにかしないと。そっか、そうだね。あの地下牢には人魚静江の怨念が今もうごめいている。おそらくあそこで死んだんだろう。ということは、あそこからドリームリンクで夢に入れるはずだ。人魚静江の夢の世界に。みんなが寝静まった頃にもう一度行ってみよう。うん。お？誰か来た。はい。ああ、あれ、あなたはさっきの。やっぱり女の子がいる。え？私は水井ノエと言います。だー、ノエちゃん。今さっき見た時にもう気づいたよ。君だって思ったよ、水井ノエ。これ人魚事件編第1話のリメイク前にも出てきたっていうかさ、リメイク前のヒロインだった子だよね。序盤にできたのにさ、今回なかなか出てこんなと思ったらここで出てきたか。水井って、この旅館と同じ名前だね。ってことは旅館の人？ちょっと話したいんだけど、部屋に入ってもいい？お兄ちゃん、部屋に入れちゃうの？女の人。私と二人きりになっているこの空間に女の人を入れちゃうの？私が許さないよ。あ、ここ好感度イベントが関わってくるんだったらさ、ルナちゃんの好感度を上げるためにダメですっていうところなんやけど、まあ好感度のイベントじゃないからね。俺のしたいようにするわ、どうぞって言うわ。俺ノエちゃんの方が好きだから、ノエちゃんの方が可愛いと思うから、ごめんなルナちゃん。そうそうそう、このノエちゃんのことをさ、俺リメイク前の収録の時ではね、石原さとみって、確か石原さとみって言ったようだ。石原さとみ似てるって言うたよな、確か俺。さて、ねえ、どうして女の子がこの村にいるの？え、私？いきなりだな。それさ、自分が女の子だと分かって言ってるのか、それ。それともお前、女の子に見える男の子なのか？胸ちょっと膨らんでるの見えてるぞ。でも男なのか？私は夢見るんだよ。俺は夢見てるです。
ごめん、気が焦っちゃって。どうしてルナがいることが不思議なんですか？どこから話したらいいんだろう。私が男かってことかな。いや、それは言いたくないな。それは知りたくなかったな、俺。嘘だよね。女の子だよね、君も。順を追って説明するね。私は水見の江、ふもとの町で一人暮らしをしています。この旅館は私の祖父水見正宗が経営していたらしいの。らしい。そう、私の母親は私が1歳の頃20年前に町へ移住したの。この旅館に住んでるわけじゃないんですね。そうよ、この旅館にいた頃の記憶は私にはないの。20年前この旅館が潰れたのと同じ頃、なんて読むんだったっけこれ。あ、なんて読むんだったっけこれ。わざわざ何村だったっけ。京本村だ。あれ、そんな村だったっけな。は廃村になったはずだった。廃村かな。廃村になったはずだった。え、この旅館と村がなくなったんですか。そのはずだったの、20年前にね。だけど最近になって人魚のウダの撮影地として特定された場所はこの村だった。そして水草が経営を続けていることを知った。廃村になったのは私の記憶違いだったのかもしれない。だけど私はこの村に得体の知れない違和感を感じてやってきたの。得体の知れない違和感。さっきの話に戻るけど、ルナちゃんがいることが不思議に思った理由、なぜだと思う？なぜですか？そんなにルナのことが気に入りませんか？この村には男性しかいないからよ。男性？そういえば、ノエさんに会うまでは確かに男性にしか会っていなかった。それって、信じられないかもしれないけれど、この村は人魚に呪われているのよ。あ、まあそんな感じだな、思ってましたよ。僕そんな感じだと思ってましたもんね。うん。ネットで話題になった人魚の歌、多分あれには呪いがかかっているのよ。男性が聞くと人魚を探し始めてしまう呪い。そして失踪した男性が行き着くのがこのうつぼ村。うつぼ村だったわ。そうじゃ、うつぼ村っていう名前を呼ぶから、ごめんなごめんな、ちょっと忘れてもらったわ。俺なんて思うやって思ってしまったね、最近。うつぼ村ね、覚えとくわ、ちゃんと覚えとくわ。ここに来た男性は人魚を探し続けている。きっとそれが裏にかけられた呪いなのよ。だからこの村の男の人は信用できないけど、あなたは女の子を連れていたから他の人とは違うって思ったの。お兄ちゃんは呪われてないからね。ま、私が愛という呪いで締め付けてあげるんだけど。やめろルナ。このノエって人は俺たちと同じ疑問を持ち呪いの正体にたどり着いたのか。俺たちの他にも謎を追求する人がいたのか。この人なら信用できるかもしれない。俺は人魚の歌を聞いても何ともならなかった。俺が男のことを好きなのか。おそらく母が受け継いだ霊力が歌の魔力を退けたのだと思います。母から受け継いだ霊力？野谷さん、俺たちもずっと人魚について調べていました。そうなの。今野谷さんが話してくれた歌の魔力のことも、この旅館に連れ去られた人魚静江のことも分かっています。人魚静江？誰それ？きっと静江をされたことが全ての始まり。私の祖父正宗が犯した罪よ。でもそんなことを調べていたなんて、あなたたちは一体？俺たちは弓の力という霊能力を持っています。
夢見の力？え？それって妄想？俺たちの母は夢見美子という有名な占い師でした。俺たちがここに来たのは人魚に引きずり込まれた人々を助け出すためです。人が死んだ時に高まる霊力、それは夢という世界を作り出し人々を引きずり込んでしまうんです。霊の見る夢の世界？人魚の歌は静江が夢の中から歌い続けている。俺たちはこれから人魚の夢に入り呪いの根源を断ちます。お兄ちゃんには夢に入る力があるんだよ。そんなことを急に言われても。そうなるような、そりゃ初対面だったら。でもあなたたちが協力してくれるのは分かったわ。私もこの村の謎を解きたかったの。だって私の祖父が人魚の呪いを生んでしまったかもしれないから、ずっと一人で調べてたの。お子たちが味方になりますよ。一緒に協力しましょう、野江さん。分かったわ。協力するけど、お兄ちゃんを好きになったらダメだよ。あー、やっぱブレないな、お前。やっぱ君はブレないな、お前。え？ルナ、やめろって。お兄さん思いなので、ルナちゃん。いや、それのレベルじゃないんすよね、ノエちゃん。ノエちゃん、そのレベルじゃないんですよね、うちのルナは。えへ、うん、うんじゃねえんだよ、お前も。おー、どうした？あれ？この部屋電話あったん？この部屋電話ないかと思っとったんやけど。この部屋電話はないかと思っとったんやけど。あと、ノエちゃんのこの驚いた時の口の開け方。本当になんか石原さとみに見えてくるんだよな、俺には。うわっ、あったわ、あったわ。でもあったわ。そんなドアップにあるよ、あったよみたいな。何言ってんの、あったよお前からみたいな感じのドアップの仕方やめて、ごめん。俺が見落としただけだったわ、ごめんな、ゲームさん。で、電話だよ、お兄ちゃん。お、脅かしやがって。あ、これ電話以外タッチしたらなんか別のイベント始まるとかそういうやつ要素ないよな。今回はそういう要素ないよな、さすがに。わかった、電話。はい、もしもし。ゆみ様、お夕飯の準備が整いました。食堂までお越しくださいませ。ああ、そんな時間か。食事の準備ができたってさ。そっか、脅かしやがって、あのじじい。行こう、お兄ちゃん。野江さんも行こう。うん、何その顔。ちょっと、何そのちょっと後ろめたい顔、お前。美人が台無しだよ。